なんかね、はい、今日さ、流動食夕方って10しかやってないんですけど、はい、終わった後にさ、メタボリックスご褒美で食べた。ねえ、はい、だからだいぶ食欲が出てきたんですね。今9時半ぐらいと4時半ぐらいね。いや、まさか食べると思わなかったけど、なんかやけに中田さんにさ、あの、コビ言って、やたらお手伝いをするから、試しにあげてみたらね。はい、だから、そう、まあ、置いてあるご飯は食べなかったけど、メタボ、はい、メタビスね、はい、うん、1個ね、まあ、いいよ、1個あげて、じゃあ2個、はい、で元気はまあ85ぐらい、運気はその後はなしです、はい、おしっこはたっぷり、で体重が差が8500でした、はい、で今日も 110と10ですね、昨日と一緒です、はい、だから、はい、この、まあ、ちょっと10がちょっと、4時判断で昨日より遅いけど、はい、もしかしたらまた食べるんかなと思って、はいはい、で明日が水曜日なんでまた9時半で、はい、それとですね、金曜日の朝が連れてこれないので、はい、木曜日の日に預かっていただきたいんですけど、わかります、金曜日はおき迎えは金曜日は、1時には迎えに来れます。あ、1時には迎えに来れます。はい、午前中だけちょっと。木だけ多い。よし。じゃあそれ、覚えておいてね。で、明日がもう水曜日なんで、今週なんか休みだったの。いるの、はい、星が。星が。星が。はい、あー、オリコさん。あー、オリコさん。あんまもちろんあちらの方がいいんですけど、はいはい、メタボリスケットふりかけでもいいかもしれない。あ、そうですね、敵は好きなんですけど体調さえ良くなれば好きだもんね。そうですね、うん、はいはい、じゃあすいません、観察して、じゃあまた明日、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。